こんにちは、柴田です。今回はこちらのギターをご紹介させていただきます。昔からルナシーを見ている方は一目でわかるかと思うんですけれども、このギターはルナシーのギタリストイノランさんのモデルになります。初期の頃からね、ルナシーを知っている人はイノランさんの3シングルの方がイメージが強いかと思うんですけれども、その後に使われ始めたのがこちらのリアがハムバッカーになっていて、センターとフロントがシングルになっているこの ILP3 ですね。今はですね、このモデルを使っているイノランさんっていうのをあんまり見ることはできないんですけれども、90年代後半はかなり通販だったりとか、あと楽器屋さんにめちゃめちゃたくさん並んでいたギターです。これはですね、ご本人が使用している ESP のその下のメーカーになりますね。エドワーズ。まあ皆さんご存知かと思うんですけれども、エドワーズは本当しっかりしてます。作りがしっかりしていますね。ペグは5頭の、なんかグローバーっぽい5頭のペグがついてますね。結構これは珍しいのかな。ちょっとブリッジはですね、メーカー見てないんですけれども、まあペグが5頭なんで、この辺もことでまとめてるんじゃないかなという風な感じでございます。で、今回の動画はですね、このイノランモデルを鳴らしつつ、今イノランさんってジャズマスターがメインギターになっているじゃないですか。なので今回は今現在イノランさんがメインで使用しているこのフェンダーのジャズマスターと、以前使用していたこちらのイノランモデルですね、この2本の音の違いなんかもですね、お聴きいただいて、イノランさんのサウンドの変わり具合なんかをですね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。で、この後はですね、まず一旦こちらの方のレビューをやりながら、まあちょっと音を出しながらですね、レビューっぽいことをやって、弾き心地だったりとか、あと持ち心地だったりみたいなところをお話しさせていただいて、その後にですね、ジャズマスターとこちらの鳴らし比べをご覧いただきたいなと思います。まあこうやって持った感じなんですけれども、バランス感はレスポールと同じですね。なのでストラトに慣れてる方からしたら、ちょっとこっちの方に重心がいくなという風な感じだと思います。まあ、スケールもですね、レスポールと同じで、22フレットですね。ネックは細くもなく太くもなくという風な感じで、まあ、割とフィットしやすいようなネックの形状になってます。で、塗装はね、結構厚めな感じで塗られているので、まあ、木の温かみという風な感じではないかなと。では音を鳴らしていきましょうかね。まずはやはりイノランさんといえばクリーンですよね。今リアなんですけれども、ハムでもね、ハムなんだけれども結構ポロンポロンとですね、コンプの効いたような感じで綺麗なクリーンが鳴りますね。じゃあちょっとクランチ鳴らしてみましょうか。うん、まあ、ハムなんでね、結構強いなという風な感じしますね。じゃあハイゲインをね鳴らすとですね、イノランさんってあんまり単音弾かないんですけれども、これサスティンもね結構すごいし、ハムなんでがっつり歪みますよ。すごいでしょ。結構ね出力の強いピックアップになってますね。まあルナシーではここまでの音は鳴らさないかとは思うんですけれども、そしてねサスティーンもすごく良くて、フロントとかねめっちゃ気持ちいいですよ。あんまりね単音も弾くことのないイノランさんなんですけれども、ギターソロとかでもバリバリ使えるようなギターですね。この後ですね、ジャズマスターと鳴らし比べをやっていきたいと思います。